今日は1960年代に結成されましたイギリスのバンド、ホーリーズの大ヒット曲、バスストップを弾きます。で、まあ、たまたまね、友達に紹介されて聞いたんですけども、あ、サビのとこは知ってるなって思いました。それと、聞けば、キャンディーズが歌ってるよっていうことで、まあ、その動画もあったんですね。こう、スリップの子は真っ赤なのを見に来て、スーちゃんが歌ってました。だからもう本当に日本の昭和の歌謡曲って感じで、覚えやすいし、歌詞の意味もいいしね。ということで弾くことにしまして、あ、そしてね、その間奏の音楽がすごく面白くって、ちょっと音を取って弾いてみたいと思ったんですね。で、さらに、サビのとこは二重奏になってるので、二重奏にします。では、弾きます。6本の見上がりです。